鞘山警察署は埼玉県鞘山市にある埼玉県警察が管轄する警察署である。署長は警視。管轄地域は鞘山市と入間市。また、第二方面本部に所属している。名称の由来は鞘山市の旧名は入間川町だったが当時から鞘山警察署であり、鞘山市と入間市を含めた地域を鞘山地方と呼ばれていたことに由来する。 2016年1月9日に、鞘山市のマンションの部屋で3歳の女児が死亡しているのが、見つかり、女児の母親とその内縁の夫が、火傷を負った状態で女児を放置したとして、保護責任者遺棄容疑で逮捕された事件で、署は、前年に2回、夜中に、玄関先に出されているなどの通報を受け、二人から、事情を聞いていたが、二人は、風呂に入らないことを叱ったら、泣き出した。 自分たちが喧嘩をして子供が部屋から締め出されたなどと説明し、その時は女児の体に虐待の跡がなかったとして、署は注意をしただけで児童相談所などへの通報は行わなかった。しかし女児は全身に複数の暴行根があり、母親らは LINE で虐待方法を相談し、部屋の押し入れの中にロープなどをくくりつける金具を取り付けていた上、 お湯をかけた、前年秋頃から虐待がエスカレートしたと供述した、ことから、女児は、日常的に虐待を受けていたと見られ、埼玉県警本部は、署の対応が適切だったかどうか調べる方針である。また、上田誠事前埼玉県知事も、警察から、なぜ児童相談所に連絡がなかったのか、きちんと経緯を検証し、 児童虐待を未然に防ぐ仕組み作りに生かしていきたいと述べ、警察や児童相談所、地元の自治体など関係する機関との連携に問題がなかったか検証する方針を明らかにした。虐待を疑い警察に通報したという男性は、2015年6月に女児が玄関先で布団にくるまって泣いているのを見て、虐待かもしれないと思い警察に通報した。 その後も、幼い子供が23時、0時まで起きているのが当たり前で、壁を叩くような音や子供の泣き声もよく聞こえるなど、おかしなことがあったので7月に、再び通報したと話し、警察の対応については、虐待の恐れもあるので十分注意し、夜も巡回をしてほしいと伝えたが、警察がそうした対応を取ったのは、最初のうちだけで、ほとぼりが冷めたら、放置してしまい、 今回の結果を招いたと思う。きっちりと対応していれば防げたのではないかと思うと話した。山梨県立大学の西沢明教授は、警察が刑事事件として扱うかどうかではなくて、この過程に支援が必要かどうかの判断をしなくてはいけない。警察は専門性がないのであれば、市の保健センターや県の児童相談所につなぐ必要があったと書の、 対応を批判した。ありがとうございます。